ジェームズ・ウィリアム・フルブライトはアメリカ合衆国の政治家。連邦下院議員、連邦上院議員。上院では銀行委員長、外交委員長を歴任。フルブライト奨学金の設立者。所属政党は民主党。フルブライトは1905年、ミズーリ州サムナーでベルリンから移住したドイツ系の家庭に生まれる。後に、 アーカンソー州へ移住し、1925年、アーカンソー大学を卒業する。大学では優等生の学僚シグマキーのメンバーであった。彼は学生総代に選出され、1921年から24年までフットボールチームのスタープレイヤーであった。その後1928年、ローズ奨学金を得て、オックスフォード大学を卒業する。 1934年に、ジョージ・ワシントン大学ロースクールを卒業、法学を得て、ワシントン DC で放送会に入り、司法省のハントラスト部門に勤務する。1936年から39年まで、アーカンソー大学で法学講師を務める。1939年には、アーカンソー大学学長に任命され、 アメリカ合衆国内最年少の学長となり1941年まで務める。同学文化研究家はその業績を称いて命名された。フルブライトの妹、ロバータはスワンソン社の社長、ギルバート C ・スワンソンと結婚し、その孫のタッカー・カールソンはニュースキャスターである。1942年、会員議員選挙に立候補し、当選する。会員では、 国際的な集団安全保障機構、平和維持機構の創設を支持し、アメリカが後に国際連合となるその機関に参加することを提案するフルブライト決議案を提出、可決されたことによりフルブライトは全国的な知名度を得た。1944年の開戦の際には再選を目指さず上院議員選挙に立候補、当選。5期30年にわたり、 外交問題の専門家として、活躍、上院外交委員長職を長年務める。1945年、アメリカと世界各国との教育交流の計画を議会に提出、国務省教育文化局の出資により、フルブライト奨学金を設立。1961年、ピックスワン事件の際には、当時のケネディ政権の姿勢を批判し、キューバへの介入に反対した。 トンキン湾事件後のより本格的なベトナム介入を認めるトンキン湾決議には賛成したもののベトナム戦争が泥沼化するにつれて反戦へと転じた。外交におけるウィルソン主義や道徳的アプローチの正当的な継承者でありリベラル派であった。一方でフルブライトは人種隔離主義者でもあった。1956年のサザンマニフェストは 最高裁のブラウン対教育委員会判決で南部諸州における人種隔離政策が違憲とされ、アイゼンハウアー政権もある程度まで人種平等政策を打ち出したことに反発し、人種隔離政策の継続と事務苦労法の保存を謳った南部選出の議員による声明であるが、彼はこれに署名した。また、1964年の公民権法を 筆頭とした一連の公民権法に反対した。1974年、フルブライトは6戦を目指したが、民主党の予備選で当時アーカンソー州知事だった、デール・バンパースに敗れ、政界を引退した。ちなみにバンパースは、上院議員選挙を勝ち抜き、上院議員となった。1995年、脳拘束により死去、エバーグリーン墓地に眠る。ありがとうございます。